は、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日は12月の24日、クリスマスイブなんですけれども、今日車で向かってる先はですね、いわき市のアンモナイトセンターです。アンモナイトセンターの体験発掘に参加するんですけれども、アンモナイトセンターの体験発掘っていうのは基本的には土日だけの開催なんですけど、まあ、今日みたいに、まあ、大型連休とかがあった時は、まあ、その土日以外でも体験発掘やってる日があるんですけれども、年内で、多分体験発掘行けるとしたら多分今日が最後になると思うので、これから現地に向かっていきたいと思います。はい、というわけでアンモナイトセンター到着しました。まあ、今の気温は8度くらいあって、まあ、風は多少ありますけど、まあ、日差しもさんさんと降り注いでいるので、なかなか暖かい感じではあります。ではこれから体験博士の方に行きたいと思います。5ヶ月ぶりに来ましたけど、まあ、夏の頃と比べるとだいぶ体温が低いんで、まあ、この辺は全部日陰になってますね。はい、でこの辺に夏場はいっぱい瓦礫があったんですけど、まあ、だいぶ掘り尽くされた感じはあります。まあ、今回はこっちの土手の方を狙っていきたいなとは思うんですけど、はい、それではいよいよこれより発掘に入りますけれども、元気よく気合いを入れて、発掘に入ります。それでは発掘頑張るぞ。おー、どうぞー。今日はノリが悪い。はい、というわけで午前の部終わったんですけども、やっぱり、2枚貝しか取れませんでした。で、まあ、最近こうアンモナイトとかオウム貝の化石が出た周辺の、こう崩れた石とかをちょっと狙って探してみたんですけど、ちょっと思うように成果は上がらなかったんで、またちょっと午後の部頑張って掘ってみたいと思います。本日もお昼はこちら海流の里さんでいただきます。
というわけでゴムの部も終了しました。やっぱり、取れませんでした、アンモナイトは。で、まあ自分が行ってなかった間にもアンモナイトは続々出てはいたようなんですけど、まあちょっと自分は見つけることができませんでした。まあ一応今週の土日29、30まで、今年はやってるみたいなんですけど、まあ時間が許せば今年最後の戦いとしてもう一度やりたいと思います。